続きまして、ものだ、ものではない、何々というものだ、ものか、という4つの文型を見ましょう。学生は勉強するものだ、アルバイトばかりするものではない。学生就会学习、不能够自顧で打工。まず、ものだという文型から説明しましょう。そして、お前来看、ものだという趣薬は苦いものだ、鶴りのものだ、 表示一种常理，当たり前だ，常识，是一种常识。薬が苦いのが普通だ、常识だ、的意思。药都是苦的，这是一种任何人都知道的常识。モノ呢是一个形式名词，可以接续在用言的连体型的后面。モノだ，在这里的第一个作用就是表示一种常理、常识，一般的倾向。 另外，我们在口语中呢，可以把モノダ说成モン他对吧人人不管是谁，总有一天是会死的。此外，除了表示常识、普通的倾向以外呢，モノダ呢还可以表示一种感叹或者一种愿望。这时候呢，主要接续在太或者欲しい这些词的后面。例えば。 あなたの国へ行ってみたいものだ。真想去你的国家看看啊。行ってみたいな。娘には私と同じ仕事はしてほしくないものだ。してほしくないという気持ち。不想让女儿和我做一样的工作。这里呢、主要表示一种愿望。实际上、ものだ、除了表示常理或者希望以外呢、还可以表示一些感叹的东西。比如说、時間が経つのは本当に早いものだ。时间过得真快や。 人生は、本当に还看那也么人生无常，或者有时候呢，么了的还可以接续在动词的简体的过去式的后面，表示对过去的事情的一种回忆或者说怀念。比方说，那个时候经常来这里玩。あの時はよくここへ来て遊んだものだ。続きまして、ものではないという文型についての話をしましょう。 接下来、我们来讨论一下、ものではない这个句型。形。ものではないは、動詞の基本形の跡について、一種のアドバイス、つまり、すべきではないという意味を表しています。ものではない、接续在動詞の原型之后表示一种建议、不该如何、不应该怎样。在口语中呢、往往以、もんじゃない、这样的形式出现。 さて、早速、例文を見ましょう。目上の人にそんな言い方をするものではない。目上の人に対してそんな言い方をすべきではないという意味です。不能够对于长辈那样说话。这是一种建议。不应该、不该。口の中に物を入れたまま喋るものではない。嘴里面含着东西的し候不要说话。喋るべきではない。 他仍然是一种禁止、是一种建议。再比如说、学生不应该抽烟。学生はタバコを吸うもんじゃない。不应该晚上打電話到很晚。夜遅く電話をかけるものではない。这些呢、都表示一种忠告。下面、我们再来看。どういうものだ今日中にこれを全部終わらせるのは無理というものだ。 無理というものだというのは普通に考えれば無理だという意味です。というものだ、可以接種在動詞の原型或者形容動詞の詞杏後面。另外、也可以接種在名詞的方面、表示一种强调、一种主張。教授にこれを全部終わらせるのは無理というものだ。今天之内要完成这些是不可能的。是很勉強的。夜中に電話をしてくるのは非常識というものだ。 半夜打電話过来、是有唯常識が普通に考えれば常識がない。これは現実というものだ。这就是现实。下面、我もら看第四个。行くものか。ものかは、表言の連体形、あるいは名詞の後について、否定を強調するのに用いられます。ものか、それは接触在用言の連体形、或者名詞、加上、な。 这样结构的后面表示一种强烈的否定，主要用于口语。在口语中呢，我们还可以把“モノカ”说成“モンカ”。除此以外呢，还可以出现“モノデスカ”、“モンデス这样的形式，对吧？下面请大家看句子：“く那种店才不会去第二次呢。行くものかというのは絶対に行かない。 元気なもんかくタくタだよ。元気なもんかというのは、少しも元気じゃないという意味を持っています。精神什么呀都快累死了。嬉しいもんですか困っているんです。少しも嬉しくないです。高兴什么发愁者呢从这三个句子、我们都可以看出来、ものか在这里ね、往々是一种反问的形式、表示否定。 我们在口语中表达自己的强烈的不满的时候呢，可以使用，比如说被人小看了，我能够一言不发的忍下去吗？他说的话能信吗？那么难题我怎么会呢？そんな難しい問題できるものか？などいろいろあります。では皆さん一緒に練習しましょう。 練習1、正しい方に丸をつけなさい。首先、おもらい做練習。选择一个正確な答案。1、砂糖は甘い。A、ものだ。B、ものではない。正解は A です。正確答案の显然应该是 A、ものだ。砂糖は甘いものだ。这里的ものだ、表示的是一种常识糖、是甜的。而 B、ものではない、表示一种 べきではない。不因该如何。2番。1日に20時間も勉強するのは無理。A なものだ。B というものだ。正解は B です。文字の話は B 無理というものだというのは普通に考えれば無理だという意味ですで。次は3番。借りた本に書き込みをする A ものではない。B というものだ。正しい答えは A です。 ものではないというのは、べきではない。不应该在借来的书上面、乱写乱画。四番。一度でいいから、あんな生活をしてみたい。A、ものだ。B、ものではない。正しい答えはまた A です。正直答案仍然是 A。这里的たいものだ、表示了说话人的一种、希望、愿望。哪怕一次也行。想尝试一下、那样的生活。 5番、日本語が上手ですね。A、上手 B、上手なもんですか。もんですかもんですか在这里呢、是一种强烈的否认。凝縮、真好。好什么呀那麼、じょ上手な。这两个选项呢、我们可以选出来。B、是正确的。这里呢、是一种接续的问题。じょ是个形容動詞。じょなもんですか好什么呀不好。続きまして、練習2です。6番、 寝る前にお茶やコーヒーをものではないよ。眠れなくなるよ。在睡觉前喝茶喝咖啡，这时候我们必须进行一个常识性的判断，睡前喝这些东西呢是要睡不着的。所以说我们来看选项一、1. 飲む、二、飲まない、三、飲まなかった、四、飲んだ。正しい答えは一ですね。正确答案呢确实应该是一、飲むものではない。 飲むべきではない。不应该喝。这里呢、是一种建议。7番。今日頼んで、今日届けさせるのは、何々ものです。いいえ、それができるんです。正確な答えは2です。正確答案呢、应该是2。不可能というものです。今天訂货。今天就、让人送货。这是不可能的。最後に8番です。最后我们来看 d e e p a あんな失礼な人とは二度と話すものですか正解は1です。这个呢、我们可以从接触的角度来考虑问题。跟那种不讲礼貌的人、我不会再跟他说话了。哪会再跟他说话呀正解は1ですね。